はい、お世話になります。T1 チャンネルです。本日こちら和太鼓ですね、平太鼓とも言いますけど、こちらの太鼓がですね、長年使いすぎて皮が伸びてしまって音に張りがなくなってます。この太鼓の皮をどうにかして縮めて、また張りのある太鼓の音にならないかなと、本日はいろいろ実験していこうと思います。まず最初に水で濡らして乾かして、まあ障子の紙と同じように濡らして、また乾いた時に縮まって張りがある音にならないかなと確かめましたけど、全然いい音が鳴りません。変わらないですね。ということは、もっと他の方法でなんかいい方法ないかなって、革ジャケットと言いますかね、洗濯物して乾燥機に入れたら縮んだりしますよね。それの要領で革も高温で何かしてやって、また乾かしてやれば革が縮むんじゃないかな、そういったことをちょっと考えてまして、まあダメになったらダメになったで、今回は実験のために用意したのがこちら。はい、今回用意したのがケルヒャー業務用ですね、 SG4/4。 こちらはですね、まあ15万円弱ぐらいするスチームクリーナーですね、業務用です。こちらを使って太鼓にスチームを吹きかけてですね、皮がこう縮まないかなというようなことを考えてます。失敗するか成功するか全然行き当たりばったりで実験をしようと思ってます。現在太鼓の音をちょっと聞いてもらいましょう。どれぐらい変わるか。なんかバインバインになって、太鼓のこの張りのある音ではないですよね。まあちょっと軽く叩いてみましょうか。どういう音が鳴るか。全然張りがないんです。動画で伝わるかどうかわからないですけど、ビャン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 になって、太鼓のね張りがないんですね。また裏がですね、残念なことに穴が開いてるんですね。この太鼓何年前の太鼓というような、叩きすぎてここね皮が薄くなって穴が開いてしまってます。ガムテープで補修してます。皮の色もちょっとだいぶね硬くなってしまってますね。これにスチームクリーナーを当てて、どういう風に皮が変形するか確かめていきたいと思います。スイッチオン。業務用はね、なんて言ったってこの水をね、サブタンクがあるので継ぎ足し継ぎ足しでずっと使える、これがメリットですよね。革製品はね、熱を与えるとやっぱり縮んだり硬くなったりしますので、まあそれがね、いい方に出るか悪い方に出るかですよね。この業務用のスチームクリーナーは興味があったらまた紹介します。コメントとかによるかもしれませんね。このスチームクリーナーどうなんですかとか言ってコメントいただけるようでしたら、まあちょっと動画にしてみようかなと思いますけど、業務用のスチームクリーナーなんてまずみんな買わないでしょう。でもね、安いスチームクリーナーを買っても寿命も来るし、なんかいまいち汚れが取れないなみたいなんで、スチームクリーナーって結局こんなもんかと思う人が多分多いと思うんです。これね、スチームクリーナーの中で最強です。ちなみにね、この最強を使ってスチームクリーナーで取れないなっていうんだったら諦めがつきますけど、まあ安いものを買うぐらいだったらもう最強を買ってください。何でもいいものを買えば間違いないです。これでスチームじゃろ、水の量も上げてみようか。水の量上げるか。あ、これはちょっとすげえな。はい、それでは太鼓にやっていきます。練習っていうかもう本番ですよね。なんか汚れが出てきたんでしょうか。白い塊みたいな、うん、すごいなこれ。縮んでそうです。いや、まあまだ分からん。完全乾かにゃいけんけ。とりあえずこれで全体やって、どうなるかもやってみよう。
とりあえずこっちの面と裏面と両方とも全部やろう。はい、いくよ。はい、こっちは叩いたらどうなるんですか、今の状態。どうなるのね。全然ダメやね。ダメですね。いきまーす。どうなんだろうね、これでうまいこといったらすごいけどね、誰もやってないで、こんなん。あのタイトルも大々的にこれで治りました。この実験が成功したらすごい。じゃあこれにほっとけますか。そしたらはい、今ものすごく皮が伸びた状態です。この状態から急激に乾燥させるのがいいと思うので、太陽の下へレッツゴー、うん、よし、これでしばらく太陽の下で皮を乾燥させて、うん、いやもう今見るだけで波打ってるからね、うん、これがピーンと張ってくれればもう、まあ、失敗したら動画にならんか。はい、こちら天日干しが終わった太鼓です、こちらと、まあ、裏と表は別にないんでしょうけど、こちら穴が開いた方と穴が開いてない方と、まあ、見た感じですね、なんか張りが戻ったんじゃないかなと思って、あれベコベコだったのがやっぱり乾くと縮むんですね。皮って結構ね、今まで水濡らしたりドライヤーで温めたりしてこの縮まないかな、縮んでくれたら音の張りが出るのになと今までだいぶいろいろ試してたんですけども、スチームクリーナーはねもう最後の手段でした。これで治らなかったら、まあ、本格的に直しに出すか処分するしかないでしょう。それではいけるかどうかちょっと叩いてみます。はい、はなってますけど、新品のねいい音ではないですね。まあ、使えんことはないですね。使えんことはないけども、なもう一息って感じですね。まあ、でも太鼓としては使えるようになったような気がします。反対側も叩いてみましょうか。練習するにはちょうどいいかもしれませんね。そうね。この太鼓ね、もともと中古を2000円で買ってみてます。で、このフレームが5000円。自分でこの木の方がフレームの方が高いっていうね。最後、処分を覚悟で、スチームクリーナーで革製品を、まあ、太鼓の革を思いっきりドロドロに温めて、天日干しすると、まあ、なんと太鼓が復活するという、これはね、誰もやったことないんじゃないですかね。YouTube に上がってなかったので、まあ皆さんのご家庭に太鼓があるかどうか分かりませんけど、この太鼓も皮が伸びて使い物にならんわっていうような太鼓は、まあ捨てる覚悟でスチームクリーナーで温めて天日干ししてみてはいかがでしょうか。本日はたわいもない研究に付き合っていただきましてありがとうございました。それではさようなら。これでも良かったね、治って。